はい今回は岸田が自民党が終わってしまうと話したニュースとやばい憲法改正について考えてお話ししていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、この岸田のですね自民党が終わってしまうっていうまあニュースなんですがまあ、とても僕たち日本国民にとってはいい話ではあるんですけれどもちょっとですね解釈が分かりきらないところもあるんですよ正直で僕もいろいろ調べて考えたのでまあ、その分かる限りのところまでお話ししていこうと思います えー、ニュースには出ていないんですけれども、まあ、こういうことかなと思いまして、えー、岸田はですね、まあ、賃上げのことを言ってますが、賃上げできないわけですよ、一部の大企業しか賃上げなどできないから、あるいはですね、えー、その株価の話を言いましたけど、そのデタラメがばれたじゃないですか、だから岸田ってもう巻き返しができないのかなって、だから自民党が終わってしまうっていうのは、これっていうのは、岸田が自分が終わるっていうことを言ってるんじゃないかとも取れるんですよ。 そのようにニュースでは触れてないんですけれども、まあ、僕が調べて考えたのがそういったことです。で、政権交代の可能性が出てきたんですよね。うん、あの <coughs> 野党がです、ね、頑張ってこうひっくり返せるかもしれないということで、で問題となって、注目となってくるのは4月の3つの補選なんですよ、ここで自民党があ3つとも敗れるようなことがあれば、うん、本当に政権交代がもう見えてくるということなんですよね。 でえーまあ、そういった中で、えーまあ、解散・総選挙の話も、ね、出てます、いつかは分かりませんが、でこの与野党の,、まあねえー、この対立っていう、まあ、その、えー、なんていうんでしょう、状況下にある中で、えーまあ、こういったことが出てきたのかなと思いますし、もう本当にあの野党に頑張ってもらわないと、ね、どうにもなりませんから、もう自公政権をもうどうにかしないといけない、あとですね、リスナー様も SNS を見られる方がいらっしゃるかもしれませんが、 ハッシュタグさよなら自民党っていう、ね、投稿が結構回ってるんですよ。だから国民がですね、あもう本当にいよいよもってダメだなと思って、だから国民がその、ねえー、勢いで選挙に行けば変わりますから、まれもできませんから、多くの人が行ってね、本、え、当、ー、9割とかが行ったらまれなんてで,で,できるわけがないんですよ。だからそういういい方向に行きかけていると。 うん、どう考えても自民党のここ最近の裏金の件とかおかしいじゃないですかそう思ってる人多いわけですよで今度例えば能登の被災地のことを全く何もしないわけでしょ、うん、大阪万博のね、えー、意味のわからない工事をしてそこにお金とかあね人とか建築資材を使っていや能登の,の被災地を助けろって国民が思ってるわけですよ、うん、こんな自民党になって任せてられるかって思った国民が多いので、えー、ひっくり返るんじゃないかと思いますで この自民党が終わってしまうというのは自民党の政権交代とも取れるし、え岸田がですね自分で内閣総理大臣にもいられないっていう、まあ、そういったことを示唆したのかなとも取れるんですよ、ニュースにはそこまでは書いてないんですけど、まあ、調べていて、まあね、関心深い話なので、いろいろ思ったことをお話ししております。 で岸田っていうのはもう完全に支持率が下がってますから、岸田ではもう自民党は選挙に臨めませんからね、えー、まあ解散・総選挙の話もありますし、まあこの性妊娠ていうね、その茶番をやってるんでね、うん、話にもうならないっていうことで、でこのニュースに入る前に、ちょっと思うことと、あとですね、やっぱり僕もリスナーさんも思うことといえば、この憲法改正ですよね、このことをちょっといろいろ考えていこうと思います。であのー 日本を崩壊させたのは自民党なんですよ。別に岸田だけではないんですよね。えー、まあ、小泉、竹、えー、中、安倍、岸田とで。特に安倍です。僕はあの安倍だと思ってます。まあもい、もちろん小泉もですけど。で、そして今はもうね、えー、岸田があね、加速してるわけじゃないですか。 でやっぱり日本の大きな崩壊というのは消費税の導入ですね、消費税を導入、0から3、3から5、5から8、8から10、で今度19にしようとかって、もう国民生活も中小企業も個人の、ね、事業者も,もうどうにもなりませんから、この消費税ね、あと、まあ、小泉武中の時に雇用の非正規化、これをしたことによって、消費税導入と雇用の非正規化で、日本が少子化に入ったんですよ。 これで今も少子化問題少子高齢化の問題全く放置してますよねこのままいったら日本が崩壊するっていう状況を放置してるのが自民党まあ本当に君政策国民のためにならないことをしているそしてまあ岸田になってからですよねインボイス制度とかそういったものを入れて 国民の経済活動の妨害をしていると。あと、マイナンバーカードとかそうですよね。紙の保険証を国民が使うって言ってるので、マイナ保険証にするとか、LGBT 法案とかね、そんなことばっかやってるわけじゃないですか。国民のためにならないことしかしてないのが自民党です。で、えー、一番ここ最近の大きい動きとしては、憲法改正を水面下でしようとしてるんで、これを国民が止めないといけないんですよ。最後は国民投票っていうことに委ねられるんで、ここで止めなられなければ、 憲法改正、憲法改悪となって、国民にとっても本当、絶望的な未来しかないわけですよ。で、よくですね、あの安倍のことをいいっていう人がいて、僕はあの安倍が大っ嫌いなんで、まあ、自民党が大っ嫌いですけど、小泉も竹中も安倍も岸田も大っ嫌いですけど、安倍のことを言いますけど、まあ、そもそも,も、自民党政権が続いたから今の日本になってるんですよ。それ事実じゃないですか、あの悪夢の民主党とか言いますけど、それってのも完全にマスコミのね、デタらめですよ。 えー、悪夢の自民党政権が現在進行形で続いている、だから僕たち国民が苦しい、まあ、そういったふうに思いますし、た、まあ、多分皆さんもそう思ってらっしゃる方が多いんじゃないかと思います。で、まああの、ニュースをちょっと見ていこうと思うんですが、ニュースには先ほど僕がお伝えしたような内容っていうのは、えー、触れられてはいないんですよ、まああの。表現としては触れられてるんですけど、ちょっとわからないと。じゃあ何かって話なんですが、自民党が終わってしまうぞと。 まあそういったことで、この森山っていうのがですね、この何て言うのかな、次に菅にえまあその内閣総理大臣をやらないかみたいなことをあの働きかけたとか、そういったこともありますし、この茂木っていうのがね、 かなり、えーね、その裏金の件でやらかしてるんで、この茂木からあ森山になるっていうようなことなのかな、まあ、そういったことがニュースに書かれているんですが、えー、森山っていうのは岸田と違って、まあ、成立しんは原則非公開っていう考えだったんですね。 でその、えー、安倍の幹部をどうこうするっていうわけではなかったんですが、まあ、岸田がですね何、えーまあ、ていうのかな動きが悪かったとか岸田はこの成人娠の前までいらだっていたとかっていうんですがこの岸田がいらってたのは何だか理由は分かりませんがこの森山がですね菅に次の 内閣総理大臣をやらないかということを働きかけたという、まあ、そういうことを前お伝えしたかと思うんですが、そういったことがあったりとか、自民党の内部で分裂したりとか、政、まあ、妊娠自体は茶番ですから、別にね、どうってことはないんですが、まあ、そんなことがあったと、んじゃないかと思うんですよね。で、岸田が辞める、辞めないとか、自民党が、ね、政権を続く、続かないっていうのも大きな問題なんですが、1つ大きな問題がありまして、岸田に憲法改正を絶対させてはいけないんですよ。うん、でこの 予算の話がこのニュースでは取り上がってるんですけど、まあ、いつこのニュースがまあ出たのか最近のニュースなんですけどちょっとわからないところがあるので、えー、すみません、ちょっとそれに関しては分からないから憶測になってしまうんですがではこの自民党が終わるっていうのは自民党の政権交代を意味しているのかあ,あるいはそれとも岸田が終わるのかそういったところがまあ、あ疑問であるんですね。ででまあ、こういったニュースがああるんですよあの 安倍政和会の幹部が説明責任を果たすと言ってたのにどうして、まあ、この政倫審か政倫審の公開に応じないんだかとで予算成立が遅れたら自民党が終わってしまうと危機感をあらわにしたということでこの予算成立が終わったらっていうことなんですねでこ,このニュースはこの自民党が終わるっていうのはこの予算のことを言ってると。 で岸田っていうのはあ、まあ、年度内に、えーまあ、予算を成立させるっていう、だからあのこのニュースの出たちょっと時期は分かりませんが、まあ、予算はもう通ったっていうことであればちょっと意味が違うし何かちょっとどういう意味でこのニュースが出てるのかってちょっと分からないんですが、えー、そこの後にはですね岸田が成立審に出席して安倍派の幹部をまあ全員成立審に出させる以外 えまあ打開する方法があまあないっていうことがあって、予算成立が遅れたら自民党が終わるっていうことなんですが、まあ、終われって感じじゃないですか、僕たち日本国民としては自民党など早く解体して、もう政権交代しろと思ってるんで、えー、まあそれはそうなんですよ。で、まあ、こういったニュースが出たんで、こういったものをですね国民が目にすることによって、あもう自民党はダメなんだと、あるいは国民が油断してはいけませんけどね、あそうか、もう自民党は終わるのか、うん、じゃあ選挙に行かなくてもダメですからね、選挙に行ってきちんと投票して、え国民がですね、 で自民党が終わってしまうぞっていう話が出てるわけじゃないですか,だからこういった心配事っていうのもあるんですよ自民党が終わってしまう前に憲法改正を急ぐ可能性があるんですね憲法改正をもしと通ってしまった場合はですよ 岸田はずっと内閣総理大臣でいれますからね、それがこの会見の恐ろしさですよ、議員を辞めなくていいんですよ、緊急事態だとかって言って、岸田が、だから岸田がずっと内閣総理大臣でい続けるって、僕たち国民にとってね、もう悲惨、えーね、不幸でしかないじゃないですか。で、えー、この何回もこの話をしてるんですが、 自民党の憲法改正、自民党の改憲案というのは絶対に許してはいけないんですよ。なぜかというと、少し前にこの東丸との問題で、ね、文部科学省の大臣、森山と言いましたが、この森山と、森山とですね、東丸がズブズブであったということが分かっているんですね。で、この森山が2021年に、この東丸の関連団体と、この政策協定と言っていたものの中に、 あることからです、ね、自民党イコールとうまで、そしてその森山の推薦確認書の中には憲法を改正し安全保障体制を強化するとかって言ってるんですが極めて有事に近づいていくんですねでこのこの森山の推薦確認書っていうのはこの東丸の協議政策が並んでいるってことなんですよでこれ皆さんもご存知でいらっしゃると思いますが何がいけないのか自民党の憲法改正草案イコールとうの協議を反映したものです だから、9条がなくなる、基本的人権がなくなる、緊急事態条項が導入される、その国民にとって、えー、悪いことしかない憲法改正なんですね。でもし憲法改正、憲法改悪が通ったら、完全に日本国民を東丸がああの管理する、そういった状況になってしまうわけですよ。東丸イコール勝共連合ですからね。そういった今あ、ものにあると。で、安倍晋三がなぜいけないのかっていうと、あの家系図から見ていい要素がないんですよ。 だからテレビに出てくるなんかわかりませんけど、安倍のあの話し方がなんかうまいのか、なんだか知りませんけど、なんか紳士的なふりをしてるのか、うん、国会で118回嘘をつく人間ですから、全く紳士でもないと思いますけど、えー、そのですね、えー、安倍の祖父の岸信介の時から、岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と、3代揃って遠丸、米の言いなりです。日本国民のためになることなぜ一つしない人間です。売国度です。売国度一家です。で、 あの自民党っていうのはあの多分皆さんこれどういうふうに思ってらっしゃるか分かりませんが自民党イコール日本を破壊する政党ですからね、うん、売国度の集まり、えー、実際そうですからで保守と語りますが保守ではありませんエセ保守ですデタラメ保守です。 でお金もどうなってるか分かりませんが内閣官房機密費とか分からないようにバンバン使うわけでしょ。で米のところに金が流れていったりとか遠丸のところに金が流れていったりとかまあそういったことがある非常にですね国民が支持できない政党なんですよ。それを支持してるから今こんな日本になってるわけですね。で、えー、あの山本太郎さんの話とかをした時に僕何回かお伝えしたんですけどまた、あ、今回もこの話が大切だと思うんでね、えー、しようと思うんですが。 よくですね、日本国内で政治の話をするときに、中国とか北とか韓国の話をするんですね。まあ、いわゆる諸外国がどうのこうのとかっていうんですが、あ全く問題がそこではありません。別に僕は中国も北も韓国も、別にいいとも悪いとも別に思ってません。何とも思ってません。しかし、最も悪いと思っているものがあります。それが創始国、米です。日本っていうのは、完全に米の数十年間、間接支配の中にありますので、 日本国内のね、横田基地とか、在日米軍の基地の中で、えー、米、アメリカがですね、えー、日本をどうにかしようとして、分からないようにいろいろしてるわけですよ。だからそれが一番の問題なんですよ。そこに全然気がつかないんですよね。だからこの政治の話をしたときに、アメリカの話をする人っていうのはほとんどいないんですよ。ね、自民党の関係者であったり、なんか知りませんけど、東丸にね、まあ、バックアップしてもらってるのか、なんだか知りませんが、えー、米の話をしないと。で、例えばですね、山本太郎さんについてね、僕は本当に、 あのー、ちょっとね何て言っていいのかわからないけどあのー、笑っちゃうんですよ本当にね言ってることがもうおかしすぎて、あのー、大丈夫ですかって僕聞きたくなるぐらいのことがあるんで、まあ、そういうことを言うとね、えー、令和の支持者は頭なんかがお花畑だとかって言うんですけどじゃあ僕聞きますよよくこういうこと言ってるじゃないですか山本太郎は中国のなんとかだとかね山本太郎は北朝鮮のなんとかだどっちだようん言ってることの意味がわかんねえよ はっきり言って。で、別に中国だとかっていうのは別に何でもないでしょ。ただ単に外交しただけでしょ。で、北朝鮮の話っていうのはね、非常に面白いから、あ僕は言いますよ。前もこの話しましたけど、あの、はっきり言いますけど、なんか飛んできたっていうでしょ。でたらめだからね。落ちての見たことないでしょ。これ結構、あの、僕、この本を買って読んだことあるんですよ。僕も最初は知らなかったんで、あ、なんか飛んでくるのが嫌だなとかね。 あの格狩りのり男怖えなとか最初は思ってたんですよでもなんかおかしいなと思って調べたら何人もの人がそういうことを言ってるわけですよ。だからこれっていうのは政治的緊張をあおるためあるいはですね自民党が苦しくなった時にそれから逃れるために自民党と遠丸と北が裏でならあの手をつないでんですよ。でそれを管理してるのが米っていうその構造なんですね。だから北から何かが飛んできた何も飛んできてないですよ落ちてきたことないでしょ。うん でよくね、山本太郎さんに対して、令和は北だとか言うけど、別に令和は何にもできないですよ。うん、だって、ね、まあ、僕は応援してるからあ、あんまりこういう言い方はしたくないですけど、人数が少ない生徒でしょ。何ができるんだよ。でね、えー、北の拉致問題をとかって言うでしょ、うん。北に拉致されてねえから、うん。国内の演技だよ。それに気づけよ。そういうことをなくして、山本太郎は中国だ。山本太郎は北だ。 令和の支持者は頭の中はお花畑だよ。そういうこと言ってるやつが一番何も分かってねえんだよ。なんか分かったかのような、なんか知らねえけど意味の分かんないこと言ってね、僕に言ってくるやついますけど、まるっきり分かってねえだろって。で、なんでかっていうと、北のね、拉致問題の謎っていうのがあるんですが、北に拉致された人がなんで日本国内で見つかるの意味がわからないじゃん。それ日本国内の誘拐なんじゃないのでそれをそうやって騒いでるだけでしょ。だから、 日本と北の関係を緊張に持っていくための米と東丸の,そのいわゆるね、えー、アジア利観工作っていうものをしてるだけなんですよ。それに気付かないでしょっていうかも、まあ、っとアジア利観工作っていう多分言葉を知らないんでしょうね。アジアの国々をこう緊張させて話すっていうそれを知らずしてね例えば山本太郎さんの悪口を言うとか野党の悪口を言うって意味がわからないですよ。で例えば自民党ね高市さないとか言ってますがスパイ防止法が必要だ。スパイ防止法ってなんだか知ってますか 東丸があー名付けけたものなんんですよすよるわけねえじゃん日本国内の個人情報は米と東丸が握ってるんだからそれに気づけよって話なんですよ。日本にスパイ防止ができない理由っていうのは創主国米がいる限り東丸がいる限りそんなことはできないんですよ。そしてそういったことをわからないように裏でやってるってそれが自民党の正体に国民が気が付くべきですよ。そうしないと本当に日本が終わってしまいます。そししてていつもお話してますが 自民党の憲法改正草案、何がいけないのか、自民党の憲法改正、何がいけないのかえ、大きく言って3つです、9条がなくなる、だから日本が有事に巻き込まれるということです、徴兵の可能性も出てきます、基本的人権の削除をね、ね今まで通りに国民はもう生活できなくなります。 で緊急事態条項っていって何かがあった時に、ね、内閣あるいは政府が緊急事態だったらそれで通るんですよだから岸田のより横暴が通るんですよ恐ろしいでしょだからこんなものを止めないといけないっていうことを何度も何度も言ってるわけですよね自民党の政権交代が必要で岸田は今支持率が落ちてるんで自分ではもうどうにもならないと思ってどっかでですねこの会見を急ぐかもしれないんで そういった時には国民が決めないといけないですし、まあ、この改選、総選挙とかね、そういったことになるんであれば、野党に、えーね、どうにかこうにか変わるように国民が頑張らないといけない。で、えー、この憲法改正の件については、憲法改正しようとしてる政党が4つあるんですよ。自民、公明、維新、国民民主。この4つには国民は投票してはいけません。それ以外に投票するべきです。なぜか、日本が有事に巻き込まれるからん。ろくなものではないでしょ。基本的人権がなくなるとか、緊急事態条項が入るとおかしいでしょ。 だから国民があ、ね、ちゃんとそういうことを分かって投票することが必要です。まあ、最後に一言、さようなら自民党。多くの人がこう思ってます。だからこの世論が動けばもう、ね、変わるんですよ。で、そういう思いをね、一人でも多くの方が共有していただきたいと思いまして、今回はお伝えいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。